お願いします。日入ります。日入ります。お願いします。はい、お疲れ様でございます。さて今日の家族飯こちら。もうみーちゃんがスタンバイね。今日はね。一皿でございます。二皿か。うん。大皿一枚に小皿一枚でございますね。ほうれん草安かった。これで150円ぐらいかな。半額だった。うん。ほうれん草のおひたし。ね。みーちゃんも食べてますけどもね。お、卵いただいてる。うちのトットちゃんの卵だよ。もうどんどん生産されるから、どんどん食べていかないとね。うん。実はね、今日は酢豚だったんですけど、実はこの酢豚、ね。天津飯と同じ味じゃねえかってことで、ご飯の上に卵をこう、ふわっと乗せて、酢豚にすると、天津飯になっちゃうんじゃねえかっていうね。うん。もう飽きた。もう飽きたんだよ。ありがとうございました。どうもー。もうすいませんね。なんかいつも。ね。さあ、ね。卵にこう、天津飯ソースではなく、酢豚でもこれ天津飯になるんじゃないかっていう。こう、酢豚天津飯の出来上がりだ。ね。まあ中華街の方々ね、うん、これ新しいから、手間かかるけど新しいからね、うん、新メニューいかがですか、ね、酢豚天津飯、酢豚も楽しめるし、天津飯も楽しめるっていうの、この、ね、僕、基本的に天津飯嫌いです、うん、ご飯に甘酸っぱいソースと卵ってのは、なんか損した気分になっちゃうんで、これなら僕はね、お得な感じがする、うん、天津飯嫌いです、だけど酢豚天津飯なら食える、というわけで。早速いただいてまいりましょう。せーの、ヨー！